皆さんおはようございます、今日はですねデルモンテゴルフコースに来ております。でこのデルモンテゴルフコースというのはペブルビーチリゾートが所有している、4つのゴルフ場のうちの1つです。で、皆さんに、お知らせしたいのが、今回私はこのデルモンテゴルフコースのユークスメンバーシップというメンバーシップを425ドルで買いまして、メンバーになりました。というのもペブルビーチリゾートの中にはもちろんペブルビーチ、一番有名なのがペブルビーチ、それからスパイグラスヒル、スパニッシュベイ、デルモンテと4つのゴルフコースがあるんですが、この425ドルを払って会員になることで、例えばですね、スパイグラスヒルは、定価が1ラウンド435ドルですが、これが250ドルになります。スパニッシュベイは315ドルが、180ドルになります。デルモンテも、110ドルのところを、52ドルでプレーになります。またこの会員になるとですね、3名までゲストを連れてこれますので、1回ペブルビーチにゴルフ旅行に来て、まあ、2名以上で3ラウンドすると、私の場合は今回は、妻と来てるんですが、合計で700ドル以上のセービングになります。ペブルビーチにお越しの際は入会してからいろんなペブルビーチリゾートのゴルフコースで回ることをお勧めします。でいろいろな特典がついてきてまして、これが会員証です。それから、デルモンテの、で食事券が30ドルついてきます。またメンバーシップの更新をすると2人の、ラウンドが無料になります。基本的にインターネットで全て、申し込めます。ぜひ皆さんご利用なさってください。今回は私で恐縮ですが、スパイグラスヒルとスパニッシュベイでのプレー内容を、お届けしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。スパイグラスヒルの練習場に来てます。なんと鹿が 1,2,3,4,5,6,7,8,8 と当たったらどうするんでしょうか。今日一緒に回るジャックと、今日一緒に回る、ジョニーです。ジャックはジョニーのキャディです。キャディは私たちもキャディ頼んだんですけど、3日前にオーダーしないといけなかったのでダメでした。1番ホールパー5ドッグレッグ左打ち下ろしのパー5です。頑張ります。今日は90切りたいと思います。1打目はちょいラフでした。狙い目はバンカーに入らないようにフェアウェイを200ヤード5番ウッドで200ヤード打ちたいと思います。ローレン、Say hello to my subscribers. Hello, subscribers. Hey, subscribers. I shot the course record yesterday on Poppy Hills. Course record no. holder. You know, gonna go for the course record today, so. He's a liar. Good rep. Good shot. Hi.2打目もナイスショットで、3打目はグリーン狙いです。約100ヤードのちょいアゲインストです。なんとか乗りました。ちょっと遠いけど頑張ってパー取ります。なんとか乗りました。これからバーディーパットです。はい。
2番ホールパー4です。打ち上げ。先ほど1番ホールはなんとかパーを取れました。鹿がいます。フェアウェイ狙いで最少200ヤードぐらいを打てば、あのフェアウェイの真ん中あたりに行きます。ドライバーは使えないホールです。ショートでした。打ち下ろしのパー3です。距離は128ヤードですが、打ち下ろしで120ヤードぐらいでいきたいと思います。スパイグラスヒルはこのホールからオーシャンビューになっているんですけれども、このように霧が発生しておりまして、景色がよく分かりません。足元です。霧が少々晴れてきました。レッドティーからの打ち下ろしです。鹿が3匹。またもやダボってしまった。もう霧が晴れてきました。オーシャンビューの家、多分7億は最低でもすると思います。2桁ミリオンいってるかもしれません。こんな感じで素晴らしい景色が続いています。私はコストパフォーマンス的には、スパイグラスヒルがデグルビーチリゾートの中では一番好きです。ここは、打ち下ろしのパー4だと思います。こんな感じです。左ドッグ、霧が晴れて絶景です。4番ホールのティーグラウンドからです。レディースティーグラウンドからです。大変なところに残してしまいました。2段グリーンの上、2段というか3段グリーンの中段に残してしまいました。強かったな。ワイプして。またもやダボ。